ゴーバックアニメーションはまず最初にアニメーションを作る人の、最初のツールとして一番いいこうシンプルで簡単なあのシステムなんですね。でたった12枚の絵をねあの頑張って作るだけでそれが行ったり来たりしていつまでもダンスをするように動いている。まず動くことのね表現の原点みたいなものを楽しんでもらうには一番いいツールなんですよ。作るコツですね。これは、あんまり欲張らないことですね。あんまりお話の起承転結をたった12枚で演じるというよりは、ジャンプならジャンプ、変形するなら変形、食べるなら食べる、何か一つの演技を12個に分割してちょっとずつ動くっていうそういう変化そのものをね、捉えていく。でそれが意外に反復して音楽に乗せて見せていくとねすごく楽しいものになるんですね。普通の実写のムービーでは体験できないまさに絵を描くような彫刻をするようなそれが動きを伴った面白いアニメーションっていうのもね醍醐味を体験できると思います。